あうすっごいですよ、広がり方。ああ、びっくりしました。あ、やっぱめっちゃ気持ちいいですもん。そんな早く飲むんですか。そうです、だからもういかにスピード、ちょっとでも寝ぼけてるんで一瞬なんやっていう。だから近くにリボビタンデー置いてる、あ、リボビタンデーやなってなって、なんかねこの辺でね全方向に広がるんですよ、リボビタンデー。何分かだけ寝ると全然回復してくるんですよね、疲れが。なんか言いますよね、10分睡眠が一番ええみたいな。ほんまにいいっす。行きましょう、ちょっと向かいましょうか。11時ですわ。ました。市原市ね、あれですよね、 J リーグのジェフ市原の市原市に入った。次は木更津、もうなんちゅうかな、もう一本道、これぞ醍醐味、気持ちいい。火力リーグ、うわーすげえ、工場地帯、これはすごいな、ちょっと。工場地帯や。やっぱテンション上がるな、これ。写真撮りたいな。うわ、あかんわ。トラックが走れてる。すげえ。すげえ。美人推し、脇見運転注意やって。ね。ユニークっすね、ああいうの。美人推し、脇見運転注意。いや、その、ユニークですけど、人歩いてないで、全然。そもそもが。だって、いいよな、いつも、この辺。キャンプ場でバーベキューしようかなと思って、その、腹減ったんで。いや、もう、こういうのが醍醐味です。別に。ああ、なるほど。別に、予定ないですから。急に思いついたら、行くっていう。で、ちょうどほんまにあったんで、調べたら。バーベキューするんですか。バーベキューです。キャンプじゃないです、もうバーベキュー。やっぱ前のね、はい、前もバーベキューじゃないですか、言うても。まあそうですね。ほぼ。あれ、味しめましたね。反省点もいろいろ生かしつつ、はいはい、ちょっとしてみたい料理もあるので、はい、ちょっと行きたいな。もうここから近いです。着きましたね、キャンプ場。うわ、もう、まさかの。ジャングルみたいな。ジャングルやないか、これ。いや、こういうのよ、こういうの。うわ、もう、めちゃめちゃキャンプやん。思ってる。あ、誰かいてる？誰かおる。あれ、キャンプしてますね。キャンプしてる。あ、うわ、管理事務所と。何この地図、めちゃくちゃ手書きやん。道なんかないって。いや、松書いてくれてるけど、松もこれをこれをこれ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 でっかいやつ。これ上置いて、もう今のね時代着火剤がすごいからすぐ燃える。ほら、燃えた。で、焼肉ですわ。焼肉切り落とし、すき焼き用なんですけど、僕薄いの好きなんで、これで
黄金の味ですね、はい、これ前好きなやつ黄金の味、これがねやっぱね一番うまいですよ浸して、あーもう直でこっち行っちゃう、もう直でほいで乗せよう、すんごい火力多かったかな、やっぱ着火剤、やっぱね今もう腹減った時はねこのねストレートの焼き肉が一番うまいですほんまに朝から食ってないです今だって2時前でしょ、そうっすね、8時前に出て、うん、火を避けて強すぎるから十分焼けるわこれで、いやなかなかですよ、なんかこういう焼き方神秘的ですね、なんか肉の焼き方はあるんですか、いやもう全然、うん、もうほんまにただ弱火ってだけで移動させたらいいんかこう全然熱ない、やっぱこの網でかいからこうね、なんかこの移動させたよね、これあ、めちゃめちゃええ感じ、うわちょめちゃめちゃええ感じ、オッケーうーわ、すんげえ、ちゃくちゃうまそうじゃないですか、結構でも縮むんすね、確かに、うわちょっと焼きすぎたかな、完成そして、もうね、ご飯は買ってきました、そして、赤飯好きなんですよ、めちゃめちゃ好きなんですよ、でこのこれでとりあえず一品完成です、はい、ちょっともう早速いただきます、熱いうちにね、いや赤飯はねもう無条件でね好きで、あの普通におにぎりとしても赤飯いまだに買いますし、あのね単純に好きなんですよ、このやっぱもち米みたいな食感とこのごま塩めちゃくちゃうまいですよね、お肉と一緒に食べるんですか、全然いきます、はい、あんまり気にしたことないですね食べ合わせっていうのはこれね、焼き肉弁当やっぱねこういうのがね一番うまいですよ、ほら見てくださいよいただきます、もう家の味ですわ、もうほんまに家で食うてる味ですめちゃくちゃうまいです、普段食べてるのをこういうところで食べるのが一番うまいかもしれないですね、より差を感じるというか、なんか不思議な感覚ですもん、その大袋の味って家じゃないですか、大袋の味を外で食べてるみたいな、うまいね、やっぱご飯失敗したんでね、はいはい、失敗した時のなんかこうなんつかね残念感ってあるのなかったんですよ前めっちゃ悔しかったんですよ、はいはい、じゃあもうご飯はできたやつでまあ人それぞれね、はい、まあ、キャンプバーベキューのやり方も多分あると思うんで、まあなんか茹でたりとかいろいろまあまあ、いますね。やっぱ、なんか、こねくり回すより、こういうなんか、原点。
一回は原点に帰ろうと思いました。そのどっちも経験して改めてどっち選ぼうかなっていう今後の、完全にこっちですね。わかんないでしょ。そうっす。これ食べたら美味しいのかと。